皆さんこんにちは、タクです。メタルギアソリッド第2話やっていきたいと思います。今日はですね、このシャドウモセス島の外からダクトを通って中に潜入するというところからですね、そしたら敵に見つからないようにダクトを目指して進んでいきたいところですが、どういったらいいんでしょう。まずはね、うわやばい、早速敵が来た。ちょっと離れましょうか。そしたらね、で右側に来ましたね、敵ね、今ね。あ、なんかある。あ、やばい、こっち来た。危ない。さてと、じゃあやり過ごしますか。まずは、あ、奥に行きましたね。よし、そしてこっちに行こう。まずは敵に見つからんようにね。よし、レーションゲット。このなんかちっちゃなね、なんかね、肌色じゃねえや、普通の段ボールに入ってるやつはレーションみたいですね。で、ちょっとまず外側から隅々まで見ていきましょうか。こっちにはなんかあるかな。あ、こっちにもなんかあった。あ、レーションもういっぱいなので、かレーションとかどうやって出すんだ、まずそこから。あ、これね、このボタンは R1 とかは何もなさそうですね。ノーアイテム、こっちが武器かな。じゃあ、でこっちは、おー、タバコ、双眼鏡、レーション。レーション2個しか持ってないの？少なくない？ライフを回復する。メニューを開いてるときに丸ボタンを押して使用。装備で自動使用。装備ってどうやってやるんだ？装備。これで装備できたの？まあ、いっか。とりあえずいいや。レーションをじゃあ装備したことにしておきましょう。これでね。よし、じゃあ進んでいこう。こっちは？あ、なんかあった。なんかある、黒いのが。なにあれ。まあいいや。とりあえず敵が戻ってくる前に行きますか。っていうか、ここさ、なんか監視カメラじゃないこれ。この黄色いの。確かね、なんかね、レーダーにも黄色いやつは監視カメラが載ってたんだよね。で、ちょっと覚えてるんだよ、ここ。やばい、敵が戻ってきた。ちょっと、やばい。ちょっと一回離れますね。来ちゃったよ。よし。オッケー。あ、やばい。マジ危ない。今見つかるかと思った。普通に見つかるかと思った。お？見つかってないし、すげえな。視界狭すぎだろ。普通の世界なら見つかってるよ。よし、行こう。このタイミングね。こっち。うわー、危ない。ギリギリ。うわー、見つからんかった。本当にギリギリやった。スネーク走るの遅いよ。もうちょっと急いで走って。なんか監視カメラがある。あの黄色いやつ監視カメラでしょ、多分。ねえ。とりあえずじゃあ、こんな感じ見たいんだけど、見つかりそうだな。見つからないかな。監視カメラ。監視カメラだって。ほら、なんかある。鳥居壊れ。この真下にあったらね、確かね、大丈夫なんだって。ねえ。あー、でもなんか見つかりそうだな。あ、壁に貼り付けるんだ。じゃあ、張り付いていこうか。向こう向いた瞬間にね。よし。見つからんように。張り付け。これでいける？立ち上がっても大丈夫？お、いけそうやね。うわー、もう怖い。よし。取った。スタングレネードだって。へえ。よし。うわ、むずい。ちょっと待てよ。こっち向いて、で、向こう向いた。よし、今だ。じっとしろ。よし。しゃがめ。頭が見えてそう。怖い。よし、向こう向いた。よし、行こう。よーし。で、こっちは何があんのか。で、ここは？あ、一人敵がいる。お、なんか車があるね。ここ見よっか。そしたら。車の中に乗りまし、乗れるんや。お、敵が来た、やばい。隠れる。セコム。お、これハンドガンじゃない？これ？お、スタングレネード。四角ボタンを押すと離すだけで爆発すると一定時間で気絶する。お、いいね。チャフグレネード。電子妨害手榴弾。電子妨害。何をするのこれ。離すと投げる金属音を散布して電子装置を妨害する。あー、監視カメラとか妨害するのかな。これがセコム。
おお、やっぱピストルだね。え、四角ボタンを押すとロックオン、離すと発砲だって。使ってみたいけど、でもサプレッサー装備可能ってことは音がまず、ま、今の段階じゃ鳴るってことかね。よし、じゃあ行こう。で、目的はダクトか。ダクトはそこか。そこに行っていいのかな。どうする、入っていくか。もう早速なんか取り忘れたものとかないかな。ちょっと見たいんやけどね、いろんなとこ。おっと、敵が来た。反対側から行きます。こいつ寝てるね。上からのがいいのかな。さっきなんか上からも行けるって言ったもんな。ねえ、上から行くか。そしたら上から行こう。よし、上から行こう。おお、ちょっと待って、敵がいた。今ね、今ちょっとなんか下の敵にも気づかれかけたね。少し危なかったね。よしよしよし。で、ここここなのかな。ここ、あ、ここじゃない。あ、ここだ、ここここ。はいはいはい、何ですか。基地の運営には換気が欠かせない。汚れた空気を捨て、新鮮な空気を取り入れるための排気口があるはずだ。排気口、このダクトのことですかね。それと膨大な電力を消費するため、ディーゼル発電機などを備えている可能性もある。うん、発電には空気を消費する給排気口が必要だ。ほうほうほう。さらに信じられんことだが、陽動作戦に使った F16 が撃墜されたの。排気を D にな。早くね。から我々に連絡が入った。マジか。今度またふざけた真似をすると容赦なく核を発射する。怒っちゃった。潜入を急げ。はい、もうじきハインドがヘリポートに帰還するぞ。わかった。じゃあここのダクトを通って入っていきたいと思います。敵が戻ってくる前にね。ここやろ。よし、入っていこう。よし、そしたら潜入成功ということで、次のエリアですね。暗くねえか。どっちに進んだらいいのこれ。全くわからん。とりあえずこっちでいいのかな。こっちは外っぽいね。じゃあ横に進んでいこうか。っていうかこれはどこだ。全く暗くてわからない。ん、どっちに進んでんの。暗すぎだろ。あ、こっちに行けそうだね。はいはいはい。スネーク、誰ですか。懐かしいな。マスター、どうして。私はブーツキャンプの教官を辞めてアラスカに住んでる。ほう、君と同じく隠居生活だ。うんうん、たまにはアラスカスカウトの教官をやったりはしてるがな。お互い世代交代の時代か。キャンベルから今回のこと聞いた。サポートさせてもらおう。おお、ありがとうございます。マスターのサポートがあれば心強い。サバイバル教官、アラスカに住んでるってことはこの地域に悔しいのかな。それと私はアラスカに暮らして君より長い。アラスカの環境、動植物のことなどに詳しいつもりだ。周波数は 141.80 だ。よろしくお願いします。じゃあ進んでいこう。こっちだね。こっちで壁に当たりました。じゃあこっちか。なんだここは。ほう、あ、な、建物の中ですね。で、こっちじゃないの？なんか間違ってそう。むずいな。こっちか。お、なんか到着したよ。ダーパの局長は地下1階の独房に移しておいたぞ。ダーパの局長は地下1階に移しておいたぞ。通風口の蓋を開けた。ほう、これからネズミの駆除を始めるところだ。ほう、地下1階の、地下1階に行けばいいのね。オッケー。終わったら通風口の蓋を閉めておけ。それと独房の女を見張ってろ。独房の女、独房の女。ほう、で、まあまたこの暗いとこ進んでいかなくちゃならないのね。ここ難しいな。暗すぎてわからん。見にくいな。こっちでいいのかな。とりあえず道なりに進んでいこう。
で、ここにやってきて、こっちでいいのかな？はいはい、進んでいきます。よいしょ。とりあえずまっすぐね。あら、引っかかった。こっち？こっちか。オッケー。で、あ、こっから降りれそうですね。到着しました。はい、何でしょう。呼ばれました。お、大佐やん、大佐。アクションボタンを。アクションボタン。丸？丸ボタンかな？あ、間違った。下へ行くにはアクションボタンを押せ。はい、わかりました。じゃあ、アクションボタンね。はい。降りてきた。おお、なんか潜入って感じの BGM ですね。フロア移動はエレベーターを使え。エレベーターを使え。地下1階に行かなきゃいけないから。あるはずだ。はい。それを探すんだ。了解。いきなり監視カメラがあるよ。チャフグレネード。おお。これを使えば、これを使えば、で監視カメラを阻害できるんだったっけ。ちょっと使ってみよう。おお、あ、ほんとだ、大丈夫だね。あ、でもその代わりにあのソリトンレーダーも使えなくなるのね。で、あ、元に戻った監視カメラ。あ、へえ、大丈夫でした。で、この部屋にはなんもない。じゃあもう一個使おう。安全をね。何これ、サーマルゴーグルってのをゲットした。何サーマルゴーグルって。周囲の熱源を映像化する暗視機材。暗い場所でも視界を確保できることができる。おお、いいね、ありがとうございます。こういうのが忘れないように撮っておきたいね。で、進んでいきたいとは思うんですが、っていうか、さっきのさ、こっちになったやつってチャフグレネード、危ねえ、見つかりされた。したら、見に行ってみようか、もう一回。わお、敵が下にいるよ。これ？あ、チャフグレネードだ、やっぱり。やった。じゃあ、さっき使った分は取り戻したということで。OK。で、下に行きましょう。よっしゃ、降りよう降りよう。こっちか。足音うるさいな。見つからんのかな、これ。大丈夫？かっこいいな、スネーク。ねえ。よし。ここは開いてないね、扉。赤いもんな。また監視カメラ。よし、向こう向いたね。オッケー。ここで一旦やり過ごしますか。よし、今だ、降りよう。おお、見張りが2人。今の中大丈夫そうやね。下に行こう。こっちまで行きます。で、どこにエレベーターあるの。こっち、こっちか。エレベーターはどこだ。むずいぞ。うわー、敵が来てる、やばい。あ、あれエレベーターかな、あの奥にあるやつ、これね。え、分からんけど、とりあえず見に行ってみよっか。じゃあ、敵は大丈夫？オッケーオッケーオッケー、行った行った行った。で、これエレベーター、あ、 EV って書いてる。エレベーターっぽいね、これか。じゃあこれだ、これ。あら、あ、ここだか。よし、オッケーオッケー、早く来て、見つかるよ。で、地下1階やったね。どこにボタンあんの？あ、こっちや。あったあったあった。で、地下1階。あ、地下1階、オッケー。よし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 。やってきました。地下1階です。そしたら、今回の動画はここまでにしたいと思います。それでは、また第3話でお会いしましょう。バイバーイ。